では次、緑。大らかな人とあります。穏やかで人として大きいとありますね。緑の色をまとまっている人はズバリいると安心する人ですと。緊張感を外に出す人ではないので、安心されすぎて店員さんに注文を無視されることなどもよくあると。緑の人が大切にしていることは、みんなが幸せでいるかどうか、苦しんだり悲しんだりしている人がいないかどうか、大勢の人が集まる会やパーティーなどでは率先して縁の下の力を持ちを引き受けると。どちらかというと、外の店で集まるより見知った顔同士で家に集まって、まあ、鉄板焼きとか餃子とか焼いて、気張らず庶民的な雰囲気がそういう大好きだと。みんなが楽しめるような配慮を隅々まで行き渡らせ、バッチリ空間を整える。コミュニケーションのスタイルはどちらかというと聞き役、人を押しのけるような人では全くないため、みんなの精神的支柱になることができるよと。一方、あまり自己主張する機会がないと、〇〇さんって何を考えているかわからないとかあるよねとか、もっと意見はないのって言われてしまうこともあるよと。そんな時は、自分は〇〇に行ってみたい、〇〇に興味はありますっていう一言だけでも相手に伝えると、緑の人の気持ちが分かってもらいやすくなりますよと。なんか言いましょうねってことですね。自分の利益を考えて要領よく立ち回る人ではないため、そんな役割を引き受けたり、もしかしたら人よりもちょっと苦労が多い人生を送っているのかもしれませんねと。それでも人を利用したり、自分の行動によって他人を蹴落としたり傷つけたりするのは、何よりもこの緑の人を悲しませることでしょうと、うん、もし人間関係の負のパワーを吸い取って気持ちが落ち込んだ時は、自然に触れましょうと。好きなのはキャンプや山登り、一人でも気の置けない仲間とでも、大事なポイントは日常とは距離を取って、まあ、そういうとこに行きましょうってことですかね、うん、若い頃緑の人は優しさが裏目に出ることもあるかもしれませんが、そのあなたの優しさは年を取るにつれ、その優しさの進化が周囲の人に認められていくでしょうと。それまではどうか自分なんて地味だしねって思わずに、その穏やかさを大切に温めておきましょうと、うん、とにかく他人からの頼み事を断れませんと。まず口にされてもいない他人からの要望を汲み取りすぎて疲れてしまわないでくださいねと、うん、この辺がね、うん、椎茸さんなんですよ、はい、もう優しい感じ、もう真骨頂なんかね、呼んでるとね、はい、うん、あーもう分かってくれてるって、うん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 、頑張る僕って、うんうん、で僕今自分が椎茸さんになった気持ちでいるので、うん、泣きそうなんですよ、うん、泣きそうであると同時に、うん、今見てる人は、うん、これを聞きながら、うんうん、緑の人は特にね、泣いてるんだろうなって思うと、うん、うっとりするんですよ、うん、すいません、黄色の人です緑の人に対するご機嫌でいる方法、みんなを離れて一人の時間を大切にとありますね、うん、緑は一言でいい人の代表なのですと、うんうん、自分の地元の駅でもないのに、あの〇〇会館に行くにはどうしたらいいでしょうかと見知らぬ人に道を尋ねられたり、うん、お店に入ったのに注文を見事に忘れられたりすると、うんうん、緑は私はなぜか損することが多いと感じることが多いのですが、周りからは安心感を覚え誠実で優しいと大きな評価を受けている人なのですと、うん、緑の運の属性は補助系とありますね、うん、縁の下の力持ちの言葉通りに、自分が前に出て目立つというよりは誰かと協力し合いながら自分の運の良さも上げていくというやり方が合っています。緑がチームにいることでそれぞれの個性が花開き、チームの能力や結束力が上がるようなことが多いですと、うん、SFJ の人ですね、うん、あ NFJ もそうですね、 NFJ も、はい、うん、多くの人が緑を相手に親戚や昔からの友達の中に一人はいそうな人という安心感を覚えます、うん、取引先からも、あ、このプロジェクトに〇〇さんもいらっしゃるんですね、よかった、うんうんうん、といい意味で
気を使う必要がなくリラックスできる相手として歓迎されます。ではそんな緑の人の運の開き方はどんなことでしょうか、まあ、ご機嫌でいる方法ですね、うん、それは一人で自己満足の時間を追求することですと。一人で自己満足の時間を追求すること、ちょっと説明が必要ですねと。緑はみんなを自宅に招いたホームパーティーなども好きなのです、うん、みんなに喜んでもらうことが好きなのだから、うん、ここまで見てきたように誰かの補助や誰かに喜ばれるための行動が多いため、うん、周りにとって緑は必要不可欠な人ですと、うん、しかしそれをずっと続けると、うん、じゃああなたがそこに行くなら私も付き合うよと周りに対してずるずるとノーが言えない関係になってしまいます、うん、だから下手でもアウトドアの真似事を一人でやってみたり、うん、自分が食べたいものをじっくり時間をかけて一人で作って食べたりするなど自己満足、うん、自給自足の時間を作ってほしいのですと、はい、緑が自分の幸運を実感するときは実は本当に満足する自分だけのオフの時間が取れたときなのですと、うん、緑は仕事面においてもプライベートの面においてもあなたがいないと始まらないというほど信頼を受けている人ですと、うんうん、人柄もいい、うん、真面目、うん、見栄も張らない、うん、傷ついた人のフォローもする、うん、相手に対して惜しみなく感謝を伝えることができる、うん、そんな人が緑ですと、うん、周りに必要とされすぎてしまうから、うん、いつの間にかプライベートの自分のプライベートの時間がなくなってしまう、うん、だからこそお付き合いや誰かを喜ばせるためではなく、うん、自分だけの喜びが感じられるオフを何ヶ月に1回、うん、定期的に取ってみてくださいと、うん、そうすることで周りによって生かされているなと一人になった時実感でき、うん、さらに自分自身にも充実を感じられる最強の状態になれると、うん、緑の運が低下している時はかなり分かりやすくネットショッピングなどでの衝動的な買い物が目立ってきますと、うん、いい人ゆえに対人関係ではっきりと自分のストレスを表現したり相手に対してノーっていうのが苦手な緑の人、うん、断ったつもりが結局押し切られてしまうことも多く、うん、うやむやにされてしまいがちですと、うん、仕事を引き受けすぎてノーと言えなかったりすると、うん、人が見えないところでお金を衝動的に使ったり、うん、突発的な散財が目立ってきます、うん、ですので衝動買いをしたくなったら一人の時間を持ってみましょうと、うん、自分のために時間とお金を使ってあげて自己満足して回復させてあげましょうと、うん、自分の運の調整法として誰かにとって優しい人であることは素晴らしいけど、うん、それによって自分に厳しくなってしまわないように注意すること、うん、もう一回言っときましょうか、はいはい、緑の人自分の運の調整法として誰かにとって優しい人であることは素晴らしいけど、うん、それによって自分に厳しくなってしまわないように注意すること、うんうん、これを覚えておきましょうと。回復の仕方はシンプルです。今自分がやっていることは付き合いの時間なのかどうか、もちろんお付き合いは大事ですけれど嘘のない自己満足、うん、自己充足の時間をぜひわがままになってやってみてくださいね、うんうん、